はい、こんにちは。事業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画ももう恒例確定申告シリーズになります。今回はこちらです。基本からわかる青色申告決算書の書き方3枚目について一緒に動画で勉強していきたいと思います。本日の目次はこのような流れでいきます。3枚目の記入方法、そして特例のね記入方法について詳しく紹介をしていきます。はい、それでは基本からわかる青色申告決算書の書き方3枚目について紹介していきます。さあ、目次です。3枚目の記入方法と、あと特例ですね、減価償却の特例の実際どうやってこの用紙に記入するかっていう方法を紹介します。まずね、書き方です。要は3枚目というのは何を書くのかって言いますと、用紙がもうこれがね3枚目になります。これはね前とね2枚目と一緒に1枚目に書いた数字のもう少し具体的詳細を教えてほしいですっていうのが3枚目になります。で、何を書いていくかというと、ここが一番メインですね。減価償却の計算方法、1枚目に挙げた減価償却費の金額の内訳を教えてくださいと、あなたはどんな資産を持っていてどのように計算をしましたかっていうのを書く欄がこちらになります。そしてその他ですね、書くとこありますので、こちらの方を順番に説明していきたいと思います。では3枚目のねメインとなる減価償却の書き方について紹介していきます。その前になんですけど、もう一つ前の動画に初心者でもわかる減価償却について紹介してある動画があるんですね。減価償却も大体分かってて大丈夫だよっていう方はこの動画から見ていただいて書き方を知ってもらえばいいんですけど、もし減価償却自体がよく分かってないなとか、どういう仕組みなのっていう方は、前の動画をご覧になってからこちらの方に戻ってきていただけると、より理解ができて、よりスムーズに記入の方が進んでいくかと思いますので、ご覧になってください。はい、それでは書き方ですね。前回のね動画の例と同じ例でいきます。今回車を普通車で新車で購入しましたと。いつ買ったかっていうと、令和2年の1月1日に購入して300万円でしたと。で、計算方法は定額法を選んでやっていくっていう前提でいきたいと思います。このね定額法、定率法とかいう計算方法は前の動画で紹介してますので、そちらの方をぜひ見てからこちらの方にまた戻ってきてください。はい、それでは実際どうやってこれをねこの3枚目の用紙に書いていけばいいのかっていうのを説明していきたいと思います。実際にね記入していきます。例えばですね、車さっきの、ね、300万買った場合、ここですね減価償却の名称等って書いてありますので、ここに、まあ、車車両というふうに書きます。で、こちらに面積または数量というふうに聞いてきますので、車両の場合は1台2台って数えるので、1台ですね今回1と書きます。で、取得年月日を聞いてきます。いつ買いましたかと。令和2年度の今回1月っていうことでしたので、このように埋めます。で、いくらで買いましたかっていうふうに聞いてきますので、これ取得価格ですね。今回車300万円だったので300万円と記入します。で、償却の基礎となる金額なんですけど、まあこれ償却する時の基礎の金額いくらですかって聞いてるので、今回はここは一緒ですね。取得価格になるので300万円というふうに書きます。次です。償却方法を聞いてきます。今回はね定額法で行くので、こちらに定額法で書きます。そして耐用年数を聞いてきますので、車の普通車新車の場合は6年になりますので、こちらに6年と書きます。で、次に償却率を聞いてきます。これは6年の場合はいくつっていうふうにもう決まってますので、それを調べて移すだけです。6年の場合は 0.167 になりますので、こちら 0.167 と言います。本年中の償却期間は何ヶ月ですかって聞いてきます。要は12ヶ月分のうち何ヶ月この車を使いましたかってことです。今回は令和2年度の1月1日に購入してますので、12ヶ月丸々使っているので、ここは12になります。例えば期の途中で使った場合はその分差し引きます。例えば6月に入手した場合は6、7、8、9、10、11、12、7ヶ月車使ったってことになりますので、ここが7ヶ月になります。今回は12ヶ月で12と書きます。そして本年分の普通償却費はいくらですかって聞いてきますので、これ計算方法前の動画で詳しく紹介してますので、そちらの方ご覧ください。今回は50万円に計算するとなるので50万円と書きます。で、割増償却費とか特別償却じゃないので、本年分の償却費はいくらですかということで、そのまま数字を移します。50万円ですね償却ね。そして次、事業割合を聞いていきます。今回車は 100% 事業用だとします。パーセントです。ここがね、例えば半分はプライベートで使うとか 30% だけ仕事なんですって方は、ここに30と書いたり 50% ってふうに書いてください。そして本年分に必要経費として入れていい金額、まあ、入れた金額はいくらですかって聞いてきますので、今回は50万円の償却のうち 100% などで、そのまま50万円とスライドして記入します。そして未償却残高ですね。要は300万円で今年買って減価償却して残りはいくらですかってことで、期末残高とも言います。これは300から50を引けばいいので250万円
となります。で、減価償却の基本はこのように用紙に書いていくって感じです。で、 e-tax でされる方は画面上で車両1台っていうふうにこう入力していく場面がありますので、そちらの方に入力していくと、ここの本年分の償却は入れていけば自動的に計算を自動的にしてくれます。じゃあ先にね、特例の書き方に行く前に他もう説明しちゃいます。他3枚目に何を書くのかってことですね。こちらは利子割引料の内訳を書いてくださいっていうふうにあります。これ金融機関を除きます。だから借入金のうち金融機関を除く個人的な借入というものがあればここに書いてくださいねってことです。支払い先の住所、借りている人の名前、期末残高の借入金の残高の金額、本年中の利子割引料があれば、利子の分を払っている分もあればそちらに書いて、そのうち経費にするのはいくらですかって言って、まあ、100% ならそのままスライドすれば OK です。税理士弁護士の報酬料金の内訳になります。これはね、税理士弁護士を雇ってないってことは空欄で構わないので飛ばして構わないです。そして地代家賃の内訳が次になります。これはね、この用紙の1枚目のところに地代家賃があった方はこちらに記入してくださいねってことです。1年分のね、地代家賃がいくらだったんで、誰から借りてるのかもう少し詳しく教えてくださいということで、こちらに記入をします。家賃を支払ってる親さんの住所、名前ですね。であとは賃貸物件は何ですかって聞いてくるので、事務所なら事務所、駐車場を借りてる場合は駐車場と書きます。そしていくらで借りてますかっていうのをここで聞いてきますので、ここに賃貸でいくら1年分かかったかっていうのを記入します。まあ、年間で12万円だったら12万円とかいうふうに記入をします。払った家賃のうち必要経費に入れるものはどれだけですかって聞いてきますので、 100% の方はここの金額をそのままスライドすればいいですし、いや駐車場2台借りてるんですけど、1台は自分のプライベートの車を止めている、1台は仕事用の車を止めているってことは半分が経費になるかと思いますので、ここの金額の半分を記入するというような流れになるかと思います。そして最後、この本年中における特殊事情なんですけど、こちらは特にね、よっぽど何か特別なことがあった場合でない限り特に記入する必要はないと思いますので、基本的にここは空欄で大丈夫です。こういう確定申告の用紙って全部埋めなきゃっていうふうに思う方いるんですけど、その必要なとこだけ、経費で払ったものの箇所だけ書いていけばいいので、絶対に埋めなきゃいけないっていうわけではないんです。ここはね、ちょっとね、安心してください。それでは次です。前回の動画で紹介した節電につながるから減価償却の特例の方法を覚えておくといいですよって紹介したものがあるんですね。どうやってじゃあ特例を使った時にこの3枚目の用紙に書けばいいのかっていうのを紹介します。で、今の書いた車のものは原則の方法の減価償却になります。で、特例は2つ種類がありまして、この一括償却資産っていう償却方法と、2つ目の少額減価償却資産っていうものの2つの方法が特例であります。1個目のこっちの特例いきますね。一括償却資産の特例をいきます。ここに償却資産って書くんですね。一括償却資産はもう有無を言わず3年で償却するっていうふうになってますので、まあ、数量も何もないですね。令和2年度に入手したっていう、そして18万円のものを買ったとします。一括償却資産は20万円以内のものなので、まあ、18万円のものを買ったと。そう、償却の基礎になる金額がいくらかっていうと、ここも18万円ですね。今回はもう一括償却資産っていう方法を使うって決まってますので、定額法定率法もないのでこちらピッとします。で、耐用年数もないのでピッとします。償却率ってところに3分の1、3年でね焼却するので3分の1っていうふうに記入します。で、ここはなしと。で、今回は3で割ると、18万を3で割ると6万円になります。で、本年分は6万円焼却しますよということですね。事業用割合 100% だとします。そしてこちらは今年のね焼却がいくらですかってなるので、6万円の 100% なので6万円となります。そして残りね、未焼却残高はいくらですかっていうと、この18万あったうち3年で割るので6万円だけもう焼却今年したので、残りが12万円ですね。じゃあ次にこちら2つ目の特例、この少額減価償却資産の特例を使った場合の記入の仕方を紹介します。まあ、今回一括償却資産ということでパソコンを買ったとします。で、いつ買いましたか、令和2年度にパソコン買いましたと。いくらでしたかって言ったら、パソコンが25万円したとしますね。償却の基礎となるところも一括になるので、このままピッピッとなります。何ヶ月もないのでもう一括なので、こうですね、ここも一括なのでここは記入しません。で、ここが25万円、本年分は一括なので25万円で買ったパソコンをそのまま25万円でしますってことですね。本来パソコンは原則で計算すると、パソコンって4年間で償却するって決まってるんですね。なので25万円を4年で割っていくっていう風な感覚で減価償却順番に経費として落としていくんですけども、この特例を使うと一括で落とすことができるっていう特例です。30万円未満とか青色申告をしている方っていう条件がありますので、上限額もあります。それは前の動画で紹介してますので、そちら必ず確認するようにしてください。なので、そう、未償却のものはないですね。一括なので何ももう残ってないと。そしてここで最後注意点、この適用欄のところにこの措置法の
28-2を使いましたよ。これが法律なんですけど、この措置法28-2を使って、このパソコンは一括で焼却をしましたよっていうふうに記入をします。なので、原則の書き方が一番上です。これが原則になりますね。これが原則。この2つ、下2つはグレーの書き方になります。このように書くっていうふうに覚えておいてください。そうすると3枚目が埋まるかと思います。そうするとね、まあ、1枚目、2枚目と来て、まあ、3枚目が埋まったら残り、あとは4枚目ですね。また次の動画で4枚目の書き方の紹介をしたいと思います。最後まとめですね。やはりね、会計ソフトを使いますと、原価償却をね、こちらが指定して何年償却かってしていくと自動計算してくれますので、次のね、期もこう引き継いでくれますので、やはりこういう e-tax や会計ソフトを使うメリットっていうのは大きいです。会計ソフトについてはね、以前動画でね、税理士おすすめ会計ソフトっていう動画がありますので、ぜひそちらの方を参考にしてください。さあ、そしてね、最後、耐用年数について解説したいと思います。今までね、車は6年ですよみたいに言ったんですけど、この耐用年数っていうのはもうルールで決められています。それに従ってやっていくっていうふうに理解をしていただけると助かります。で、耐用年数については国税庁のホームページの方で、この原価償却の耐用年数っていうのが細かく出ているものがありますので、耐用年数でね、よく使うものを挙げますと、例えばね、車の普通車だったら6年で償却しますよ。軽の場合は4年ですよ。パソコンの購入の場合は4年ですよっていうふうにルールで決められているんです。そういうものをね、うまく使っていただいて、確定申告をなるべくスムーズに楽にしていただけると、めんどくさいなっていう気持ちとか、よくわからないなっていう気持ちが少しでも軽減するんじゃないかと思います。本日の動画は以上になります。オンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につけることができます。月額制の完全会員制で、税金経理ビジネスの情報、質問や相談もその時できます。定期的にね、ズーム会議っていうことで、私とメンバーとセッションをすることができますので、ぜひオンラインサロンの方 URL 概要欄に貼っておきますので、ご検討ください。はい、それではチャンネル登録の方よろしくお願いしますと、高評価ボタンと、コメントや感想いただけますと励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。